肩甲骨を剥がしてるわけじゃなくて、肩甲骨の内側にある、もしくは内側からされる筋肉を、はい。整体復活、院長で理学療法士の松田啓太です。どうもありがとうございます。このチャンネルでは、膝の以上の腰痛、膝の痛み、肩の痛みに対しての根本的痛みを解決していく方法を紹介させていただいてます。もし、あなたが3件以上の下骨院、病院、整体に行っても痛みが改善しない、もしくは、病院に行っても痛み止め、湿布しか処方されない、そんなあなたであれば、この動画を通して、痛みをしっかり根本的に解決する方法をぜひ学んでみてください。松田さん。はいよ。肩甲骨剥がし。あるねー。いまいち何やってるかわからなくて、確かにね。あれってそもそも実際どうなんですか？何やってるんですか？肩甲骨剥がし。まあ、ここですよね。肩甲骨。ここをこう剥がしていくみたいなね。バリッとやっていく。で、これはでもね、何も分からずに治療して楽になったじゃなくって、こんな風に改善したから痛みが楽になったんだっていうのが分かってると、自分でも応用できるかもしれないし、あ、これをやっちゃうとこの痛み取れたのがまた戻っちゃうんじゃないかなっていうのが分かるだけで全然違うと思うので、今回はね、肩甲骨剥がし効果的です。私も全然やります。でもなんでどうやってやるのかってところをね、紹介していきたいと思います。そのちょっと奥の方ですね。これは理解できるだけで、この肩甲骨剥がしをやってなぜなのかってところはスッキリするし、あとはこれをやった後に戻ってしまうというのはなんで戻るのかってところは理解できるね。そうすると自分でもね、こういう気をつけることができますから、ここを紹介していきたいと思います。で、ここ結論から言うと、肩甲骨剥がしっていうのは、この肩甲骨と肋骨の間を剥がしていくっていう作業。で、肩甲骨浮いてんじゃないかって、浮いてるんですよ。その通りで、浮遊骨って言われるんですよね。浮遊骨、いわゆる宙に浮いてる。ラピュタみたいなの。ふーっと浮いてますと。肋骨の上に浮いてて、いわゆる自由関節って言われるんですよね。骨がくっついてないんですよ、ほぼほぼ。で、肩って、こういう肩甲骨浮いてるってなると、この上腕骨とか腕とか全部含め、体幹っていうところと繋がってるのは一箇所だけです。どこか。これが前側にあるこの鎖骨ですね。鎖骨と胸骨の関節である胸鎖関節以外は全部体幹にはついていません。肩甲骨のもちろんついてあるんですけど、これは筋肉を介してついてるわけで、いわゆる骨と骨がくっついてるってわけじゃないんですよ。だから、ここも浮いてるんですよ。で、結構この発想というか考え方結構大事で、なんでかっていうと、宙に浮いてるんだったら何をしてほしいか。動いてほしいのよ。いわゆる自由度が高いイコール固定性が低いんですよ。例えばね、ネジで止めるとこが多くなればなるほど動かないわけじゃないですか。でもネジで止める場所が一箇所だけだったらいろんな場所に動きますよね。だから自由に動く関節、浮遊骨ってことであればいっぱい動いてね。で、関節見たらわかりますよ。肩めちゃくちゃ動きますよね。骨で固定されてたら動きませんか。なのでしっかりこれ動かせるようになることすごく大事です。動いてくれようが大前提である。だから自由関節、いわゆる浮遊骨なんです。ただ自由に動きすぎたら、例えば後ろ振り向くときに何って振り向いたらなんかブーンみたいな手が飛んでったみたいになったらダメじゃないですか。だからそんなことがないように何してるか。骨じゃくっついてません。制限ない。ただ骨じゃくっついてない分何があるか。筋肉で止めてるんですよ。筋肉でいわゆる動く方向とか動き方を全部制御してるんですよ。だからある程度動きすぎないように筋肉で固定されてる。いろんな方向に動く。だから動きたいタイミングは筋肉が動くタイミングでしか動けない。これが肩の特徴です。と考えたときに、ここの浮遊している場所、肋骨と肩甲骨の間も浮遊しないように、動きすぎないように筋肉があるんですよ。で、大きくこの肩甲骨剥がすときに、3つの筋肉が剥がれてます。何かって言ったら、1個目がこの内側についている、内側の肩甲骨の内側縁のところから肩甲骨の棘突起までついている筋肉。これが何かというと、菱形筋って言います。菱形筋っていうのはこういうふうに斜めについている筋肉で、肩甲骨を寄せる。寄せるので胸を張る筋肉ですね。そしてこの肩甲骨の中に入ると2つある。肩甲骨の裏側もの、肩甲骨側についている筋肉、これが肩甲下筋と言います。肩甲下筋って言って肩の前方まで行く筋肉でして、こういう風に内側にべちゃっとついています。そしてこの肩甲骨と肋骨の間の肋骨側についているの筋肉が何かっていうと、これが前鋸筋って言います。で、この肩甲骨剥がしをすると、菱形筋、肩甲下筋、前鋸筋、この3つが剥がれるんですよ。で、この3つが癒着しやすいんです。めちゃくちゃ。で、動きを悪くしやすいんです。そして、その癒着をしちゃうと、結果として肩甲骨を前に持っていくっていうね、この前鋸筋っていう筋肉が硬くなっちゃって、こんな猫背の姿勢に持っていかれてしまって、肩が上がらない。これが起きることによって前鋸筋硬くなっちゃってて、手が痺れてるとか、
こんな風になることで神経が圧迫されて筋肉が圧迫されちゃってしびれる、肩の痛みがある、肩こりがある、こんな症状が起きちゃうんですよ。だからポイントは何かって言ったら、この肩甲骨の内側にある菱形筋、肩甲下筋、前鋸筋、特にでも前鋸筋が硬くなっちゃって引っ張られちゃうので、ここを緩めてあげてリセットしてあげることが大事だと思います。で、いうのをまずね、見ていただきたいなと思ってます。で、これに関してなんですけども、何かっていうと、大体ですけど、肩甲骨は前鋸筋っていう筋肉がもう硬くなっちゃいます。前鋸筋が硬くなっちゃうと、いわゆる肩甲骨の内側から肋骨の前面の方についてる筋肉なんで、この筋肉硬くなっちゃうと、こんな風にぎゅーっと外側に引っ張られます。トドド猫背になるんですね。じゃあ、菱形筋とかはどうなるのって言うと、菱形筋とかは伸ばされてることが多いんですよ。いわゆるこのパソコン姿勢とかで伸ばされてることが多くて、胸張ること少ないじゃないですか。少ないと、いわゆる菱形筋が働かない、前鋸筋が働きっぱなしとか、まあ短くなってる状態。この状態で固定される。固まっちゃう。固まっちゃうと何が起きるかっていうと、前鋸筋が引っ張っちゃってて、硬さが起きてる。痛みが起きる、しびれが起きてる。ね。こんなことが起きちゃいます。だから、菱形筋、前鋸筋、肩甲下筋を剥がしてあげて、正常な位置に肩甲骨を持っていけるようにしましょう。ね。持っていけると、筋肉の張りが抜けてくる。猫背が改善してきて、神経が通りやすくなる。そうすると、しびれ、肩こり、肩の痛み。こういうのは改善してきますよって話。だから、これは何してるかって言ったら、菱形筋、そして前鋸筋、肩甲下筋の剥がしをしてると。肩甲骨を剥がしてるわけじゃなくて、肩甲骨の内側にある、もしくは内側からされている筋肉を剥がしていることによって、肩甲骨の可動性を出してあげる。で、猫背じゃなくて、胸が張れるように持っていってあげるっていうのが目的だと思ってください。なので、肩甲骨を剥がした後に楽になった、でも戻っちゃったっていう人は何が起きてるかっていうと、簡単に言うと、肩甲骨がこんな風に前に引っ張られている状態。いわゆる猫背の姿勢とか、パソコン業務でまたこういう風になってしまう癖があったりとか、もしくは菱形筋がぐっと胸を張れるようにできていない。だから、痛みが、痺れ、また戻っちゃうんですよ。だって、そうですよね。肩甲骨剥がして動きやすい、いわゆる胸が張りやすい状態にしても、この姿勢また反ってたら、また戻っちゃいますよって話です。だから、肩甲骨を剥がした後に動きにくい菱形筋とかを運動療法、いわゆる鍛えてあげる、緩めて鍛える、この順番が大事なんですよ。で、うちでは MSA メソッドって言って、運動療法、緩めてあげて鍛えていこうってこの概念させてもらって、痛みを取る、そして戻れないようにしていくっていう、この根本的な治療やってます。なんで、もしね、今の話聞いてみて、肩甲骨剥がしやったんだけども改善しない、もしくは肩甲骨やったんだけど剥がしやったんだけども戻ってしまう、そんなね、あなたであれば、ぜひね、この MSA メソッド、全体復活ってところでやらせてもらってる、この緩めて鍛えるっていう概念、ぜひね、やっていただくことで、その問題だったりとか悩み解決できるかなと思いますので、ぜひね、そちらの方見ていただければ嬉しいなと思います。はい、ということで、今回ですね、肩甲骨剥がし何が起きてるのかって話ですけど、まとめていくと、前鋸筋と菱形筋のここの2つの、あと肩甲下筋っていうね、この間を治療してます。ただ基本的には前鋸筋が硬くなっちゃって猫背に持って帰ってくることによって硬くなってるしびれが起きてるっていうやつを、この菱形筋をとか前鋸筋剥がすことによって胸が張れる状態にしていく。ただ戻ってしまうのは何かって言ったら、これこの姿勢をやっちゃってるからなので、しっかりね、この前鋸筋を緩めてあげて、肩甲下筋剥がしたりとか、両肩筋剥がしてあげた後に、両肩筋を鍛えて胸が張れるようにしてあげましょう。そうすることによって、緩める鍛えるをやることによって、痛みの戻りが改善できるようになると。をしっかり覚えていただければなと思います。で、しっかり改善したかったら、私のね、整体復活ってやつが全国にありますので、概要欄の方に貼っとくので、ぜひそちらの方からお問い合わせですね、電話、メールですね、予約いただければと思います。はい。あとですね、このチャンネルの中では、痛みの原因だったりとかを紹介させてもらってますので、もしね、よかったな、今日の動画よかったなと思っていただければ、チャンネル登録よろしくお願いします。あとですね、高評価、コメントいただけると、すごく私も励みになりますし、こんな内容を話してほしいってことであれば、書いていただければ話をしたいと思いますので、ぜひね、コメント欄もぜひ書いてみてください。はい、ということで、今日はね、これで終わりにしたいと思います。ぜひね、肩甲骨剥がし、こんなんだよってね、メカニズム知っていただくことによって、全然ね、こう、やれてることが分かりますから、戻りなくね、痛み改善できるようになってきますんで、ぜひね、内容も知ってみてください。では、今日はここで終わっていきましょう。今日の動画の時、どうも、ありがとうございました。また見てください。